オペレーター 2-1-0 より 9S 定期連絡を行います。本日は 9S に重要事項の連絡があります。何でしょう。整備部から 9S の飛行ユニットの扱いについて苦情が入りました。勝手に改造するのはやめてほしいとのことです。あ、いやだって衛星からの情報に余計なデータがあって射撃補正が遅れるから仕方なく。反論があるなら自分で整備部に行って話すなり殴るなりして解決してください。以上。オペレーターさんって意外と乱暴なのかな。
かがでしょうか。勝手に通信してきた。私たちが平和を愛していることをご理解いただけましたか。口だけならいくらでも言える。機械には心がないんだから。そうかもしれません。でもこれからもよければこの村に来てください。
音だろう。バンカーより 9S に緊急連絡。廃墟都市地帯に敵大型兵器の出現を確認。随伴する機械生命体反応が多数。全ヨルハ部隊に出撃命令が下りました。大型兵器トゥビー、やっぱりこいつら僕らを罠にかけようとして。私たちもその情報を知りませんでした。信じていただけないかもしれませんが、可能であれば信じてほしいです。どっちでもいい、倒しに行く。オペレーター210より連絡。 9S、 悪いニュースと良いニュースがそれぞれ一つずつ。まず巨大兵器は2体存在することを確認。2体、あんなのか。次は良いニュース。前回の巨大兵器との戦闘データから敵兵器装甲を分析、弱点と思われる箇所の特定に成功しました。また得られたデータを元にした射撃ユニットの改良が完了。搭載した飛行ユニットを配置。さすがは夜は開発部。マップデータを確認してください。了解しました。トゥビー、司令部から飛行ユニットの配備の連絡がありました。座標をポイントしたので向かいましょう。分かった。
型兵器の足元は危ないですね。どこか別のルートを探した方がいい気がします。ビル屋上に配備されてますね。危険ですが、あの大型兵器の足元を通らないとたどり着けそうにありません。気をつけていきましょう。
挙の場所まで移動しましょう。上空は敵の対空兵器で危険です。低空飛行術接近を推奨します。了解しました。敵大型兵器前期機能停止を確認。敵兵器が再充電してます。敵兵器の振動さらに増加中。戦闘地域の地下空間が共鳴しています。数百年も姿を現さなかったエイリアンが地下にいるだと。全ヨルハ部隊へ。数百年もの間発見されなかったエイリアンたちの反応を確認した。知っていると思うが、エイリアンは機械生命体たちの司令塔だ。エイリアンを殲滅すれば長きにわたるこの戦争も終結する。現在技術部の方で電波発信源の解析を進めているが、情報が不足している。地上にいるヨルハ部隊は本案件に対する情報収集を最優先しろ。この好機を逃してはならない。人類に栄光あれ。司令部の情報をもとに信号発信源を予測。マップにマークしました。でもこれ地下の深めの場所みたいですけど。行ってみればわかるよ。多分テレビって大雑把なところがあるんですね。
報告、アクセスポイントからメール受信の連絡。